特集です。千代田区で全国初の罰則付き路上喫煙禁止条例が制定されて今月24日で丸10年となります。10年で違反者から徴収した金額は1億円を超えました。この条例の現状と課題を取材しました。オフィス街や大規模商店街を抱える千代田区では2002年6月吸い殻のポイ捨てと歩きながらの喫煙に過料2000円を課す条例を制定しました。モラルに訴えるべきとの反発もありましたが、罰則制に踏み切ったのはその4年前に罰則なしの条例を出したもののほとんど効果がなかったからです。秋葉原、神田地区などから徐々に区内に広め、2年前からは千代田区全域で路上喫煙が終日禁止となりました。今では品川区や中野区なども導入に踏み切っています。その成果はどうだったのでしょうか。処分件数で見ると条例が浸透したとみられる2006年を境に減り続け、ポイ捨ての吸い殻も施行直前のおよそ1000本から最近では10本以下にまで減少しました。そして1件2000円の過料は積もり積もって1億円に。過料を取ることが目的ではありませんから、一生懸命地道に努力をしてきた結果として、積み重なった結果だと思っています。千代田区では毎日区の職員と警察の OB らおよそ300人が交代で指定された地区を巡回しパトロールします。3年前からこれやらせてもらってるんですけども、3年前に比べればやっぱり減りましたよね。今もほとんどいないっていう状況ですね。しかし外国人観光客が多い秋葉原ではこの条例を知らない人が多いため取り締まるのが厳しいと言います。千代田区ね、タバコのポイ捨てダメなんですよ。今日もどうしようもいいですわ。日本語わからないんですか。あ、日本語。問題は外国人対策だけではありません。真ん中に中央通りっていうのがあるんですけども、そこはやっぱり人が多くてそういうところは座らないんですね。そこからちょっと入った路地、そういうところでやっぱりする人が多いんで。裏通りに入ると残念ながら吸い殻は落ちていました。そして路上以外のところでも課題が。四ツ谷駅から徒歩数分にあるこちらの広場、遊具もあり本来ならば子どもたちの姿が見えるんですけれども、見えるのはタバコを吸っている大人たちの姿だけです。千代田区の人口はおよそ4万人。しかし通勤者などで昼間の人口は100万人まで増加します。公園で喫煙する中には住民以外の人々も多くいました。相手の気持ちを考えると申し訳ないと思うけど、吸っちゃいます。でも公園が喫煙所になってしまっているというのは新たな課題として今上がっています。千代田区の条例では公園や私有地は規制していません。喫煙者と禁煙者がどう共存したらいいのか。ということで千代田区が今年3月に設置したのはこちら、秋葉原駅昭和通り口に目の前にあるこちらの公園内の50平米ほどある喫煙スペースです。とても嬉しいです。息抜きができて、前はもう捨てる人が多くて気持ち悪いぐらい落ちてたでしょ。千代田区はタバコ産業の JT から分煙のノウハウを聞きながら、このような屋外の喫煙所を区内に6カ所設置しました。 JT は喫煙スペースに関するコンサルティングをしているといいます。一律にですね、禁煙という形にしてしまうのではなくて、やはり場所場所、適切な分煙を行っていくということがですね、タバコ吸われる方、吸われない方、双方にとっても非常に重要なことなのかなと。条例制定から10年、今後も新たないろんな人が通ってくる千代田ですから、手を緩めることなくですね、きちんと周知をしてご理解をいただく、その努力はこの後もずっと地域の方と一緒になって取り組んでいきたいと思っています。禁煙の強制ではなく、タバコのマナーに喫煙者の理解を求めることが目的という安倍課長は、いつか条例を廃止できる日が来ることを願いながら、今後も取り組みを続けたいと話しています。